どうもたです。はい、どうも、ジョーニー。こがゆで、でこが。第1回、山田の次回予告を見て、何の動画か当てるゲーム。全問正解したら、なんと、素晴らしい商品が待ってますんで。さすがに覚えてますよね、皆さん。覚えてますよね。山田に関しては全部わかるんちゃう？自分でやってるからね。お前間違ったらやばいよ。気持ちこもってない次回予告をしてるってことになるからね。ですよね。やらされてない？自分からですよ。やりつけたいの。次回予告やりたい。やってやんよっていう気持ちで毎回やってます。絶対に1問も落とさないように。頑張ってください。じゃあ、まず、イージー問題。第1問、こちら。じゃあ、やっぱり線香花火が身近で一番綺麗だな。はい、答えは、せーの、花火大会。祭り動画。お前、語呂悪い。漢字じゃないよ。だけが、漢字と思って、変換できんかったけんが、思うまま言いました。簡単でした、これは。これは簡単ですね。線香花火ってワードと、あと服装ですよね。あ、短パンですからね。そうね。あと、その時僕、リーボック着てたんで、それが確信です。なるほど。次も、まあ、レベル2だね。じゃあ、行きますよ。次回のこと、なんだって、やっぱりワンパンは最後はこんなことだ。僕、ワンパンは、はい。やっぱパパの大工最高。はい、楽勝ですわ。これは僕かな、カメラズームしていたのは。でしょ、でしょ。じゃあもうこれも簡単そうなんで。せーの。ワンパンマン生活。え、あー、やったよー。なんて言いました？ワンパンマン生活ですよね。ワンパンマン生活。アンパンマンゴー生活。はー。アンパンマン5000靴来たよね。しましたけど、違いますよ。お前、ちゃんと聞き取れよ。何、うん、やっぱりワンパンマン最高だ。うわぁ。ワンパンマン最高だったの、はい、アンパンマン最高に聞こえてしまった。なんかこれ絶対ね、走った後にこう、はい、脱いで服をあれしてるとこだろう。そうそう。こんなイージー問題で落とすようなやつがメンバーにいていいんですか。お前、いつも気合入っとんのか。いやいや、この時俺いなかったから。あ、そうか。でもしっかり動画は見返せ。なんで、まあまあでもいなかったからしゃあなしやな。やってないやつにはわからない。お前も断念したやん、途中で。ワンパンマン全部。現在、小林さん最下位ということで、最下位の人には厳しい罰ゲームがあります。なんで、なんで今言うね、最初に言え。気をつけてください。じゃあ、レベル3いきます。なんだって。おぉ、やっぱり人間の Z 軸が大事ですからね。皆さん、Z 軸の1、2番が大事ですからね。どこが一番人間の気持ちいいところだ。これなんだ。お前が言ったんだろう。これで、ね、正直一番難しいかも。けど、紐解いていけば、絶対にわかります。わかった。お前ら記憶力ねえな。このバカが。あ、わかった。え、マジ？マジでわからんわ。多分、小林さんもいました。覚えとるもん。どうやって次回予告になったかまで覚えてる。でも、何の動画やったっけな。じゃあ、こっちから行きましょうか。小林さんから。チンソーマン生活。待って、いや、なんも出てこない。じゃあ、ごめん、無理やわ。二人は、せーので。せーの。セミナーを受ける。正解。素晴らしいね、君たち。いや、なんで、チェーンソーマン生活。いやいやいや。何も関係ないよ。いや、覚えてるんですよ。山田が、なんかして、どっか行ったんですよ。で、帰ってきて、おっと思ったら、あ、そう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 。それは覚えとったよな。山田が、貧困西野みたいに出てきてる。うんうんうん。いや、でも最初出てなかったわ。いや、難しすぎやろ。いや、Z 軸が分かりやすかった。あー、なるほどね。なんで Z 軸？セミナーで、Z 軸が大事ですよっていうのを、ちゃんと言ってたんですよ。俺、Z 軸何のヒントにもならなかった。いい対応取ったけど、出てくる。いいよ、さかのぼったら、あの動画か、と。いや、もう、絶対、俺だったら、わかりませんでしたね。ということで、全問正解目指してください。はい。続いて、こちら。カップ麺の生乳にもカップ麺色になっちゃった。シーフード味。ピューピュー。あ、まあ、これはもう簡単じゃないですか？え？何の動画やったっけな？最終日の講義は俺、わかるっちゃん。あれ、何の動画？いや、まあ、でもこれしかないんじゃない？二つあるんだよな。え、なんで二つ？あ、わかった。え、簡単じゃないこれ。もう一回流すこと可能っすか？ダメー。ダメー。じゃあ、山田さんからどうぞ。一週間、カップ麺生活。一週間、大食い YouTuber 生活。一週間、カップ麺食べ続ける生活。正解は、一週間。カップ麺食べ続け生活。何やってんだ。すごいね。え、だってカップ麺って言ってて次回予告。カップ麺生活とかした。しかもこれね、多分正月ぐらいです。面白くなかったろ。うん。覚えてないもん。正月明けくらいに。そう、去年の正月明けぐらい。食ってたやん。ちょっと面白くないね、覚えてませんでした。らしいですよ。失礼なやつよなこいつ。しかも結構余裕でクリアしたやつでしょ。
結構ね、普通にただカップ麺映ってるだけの映像の動画。じゃあもう一個何やったん？もう一個が真っ赤になっちゃったみたいなこと言ったやん。ダケンが1週間激辛3000キロカロリーかなとやった、ね、これ何問目ですか？あと3問以内に終わりますね。なるほど。小江さん挽回してください。わかりました。これ絶対わかりますよ。これはどんなやつにも命は宿っている。トビーうっころすき、こんにちは。こいつもな命は宿ってんだよ。お前ら命を大切にしろ。命の輝きを見つけた。なんだこれ。なんでうんころしき持ってんの。俺パスの。あ、違う、わかる。カタ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 って言うと。わかった。わかったぞ。ついに東大王さんがわかった。わかったぞ。わからんこれ。あなたが自我欲言ったんですよ。あ？これまだ伏線は張られてますよ。マジ？もう一回だけ聞かせて。一週間うんこ食い続ける生活。そんな動画あった？誰がしたの？そんな動画。あなたがやってましたよ。やってねえよ。わからんぞ。お前のプライベート。じゃあ小林さん。エイペックスの歩数？だっておむつにうんこしたんじゃないの？そうそう、言っちゃってください。うんころすきは関係ありません。え、お前関係ないことすんな。お前ず関係ないやつ出てくんなよ。1週間ビーガン生活ですね。正解。ほらずっと言ってたやん。命の輝きを見つけた。でね、これ背景の駐車場で分かりました。どういうこと？これ後ろに見えてるじゃないですか、うん、これマクドナルドなんです。最後に食べたってこと？ああ、なるほどね。待って、冷静に考えたら俺次回予告まで見たことないかもしれない。お前やば。あ、面白かったと思って次回予告飛ばしとったの。マジで？すいません。意味があるとぞ。あれはただの尺つなぎじゃないんだから。そうですよ、伏線張られてるからちゃんと。すいません。ですよね、山田さん。そうです。いや、間違えたか、こっちやったか。え、お前惜しくもねえぞ。これ外したらもう終わってください。あってこれ悩むぞ。いや、これもね、流れは覚えとるっちゃん。だってこれ、確か俺が提案したろ。何だったっけな。これは、竿の企画です。でも結構これ地味なんだよな。女の喧嘩からこれになったろ、確か。そうですね。あ、もうあれしかないわ。東大王竿。すごい。いや、マジで化け物だろ。今、全問正解？全問正解。すごい、お前らやっぱジジイだぜ。記憶力なさすぎやろ。山田に関しては自分がやってることやからね。そうやな。うわ、マジでわからん。自我よく飛ばすからこうなるんだよ。ピピー。それでは、右からお答えください。熟女出会い系。一週間ダイエット生活。一週間ぶりっ子生活。正解です。ほらほらだけ見てるか。何熟女出会い系。熟女関係ないだろこれ。熟女役で出てきたんかなと思ってこいつが。違うよ。最終日ぶりっ子でね、そのクラスの花子ちゃんが出てくるっていう、そう、オチで喧嘩し始めてこられちゃった。うわこれ結構俺が好きな企画やったのにな。いや出てこんわこれ。次ラスト。ラストそうですね。これは何点ですか？これ100万点。じゃあ、うんこ我慢する生活をうつぎるよ。ラストくらい当ててくださいよ。結構最近の企画です。おー、今日の飯はご飯とサラダでいっとるでしょうが、もう食べれていいのか。何杯言うんで、今日のうちのおかずはまだまだあるでしょうが。ほら、おならもおかずにして、目はよかろうも。食べれるわけなかろうが。じゃあ、乳首でもちらってなさい。わかりました。気持ちいい。あー、まあ、さすがに？これはわかったわ。さすがにですよ。じゃあ、最後は皆さんで、せーので、せーの。サホの母ちゃん料理生活。ん？なんか、変な回答が聞こえたな。なんて言いました？サホの手料理生活。サホの母ちゃんの料理生活。サホの母ちゃんの飯生活。サホさんだけ正解です。別に母ちゃんの料理はしてませんとか。あ、そっか。サホが手料理してるだけとか。もう惑わされたね。お前が母ちゃんの手料理のどうのこうの言いよるけん、これが正解だと思ったんでしょ。バカ誰がやられた。別に俺は普通の料理を作ってただけです。どこがじゃ。難しいね。しかも最近サホの母ちゃんの料理動画してないし。完全に頭で変換されとったわ、うん、そうやな。忘れとったわ手料理っていうこと。そうそう、サムネまで見えたよ俺。あ、マジ最近や。1ヶ月前ぐらい。いや、そういう企画と思ってた。あ、まあ勝手に推測すんなよ。だって全部ほとんどそうやったやん。お、いやいや、初日はチャーハン作ったでしょ。あのおでん弁当とか。ああ、そうそう。何してんの。間違っても1問くらいかなと思ってましたけど。全く覚えてないやんお前。呆れましたよ。全問正解。そうそう、全問正解です。すごいね。君たちがちゃんと見ないと。再会2人組。すいません。これ以上そういう感じで来るんだったら次回予告制度廃止になるよ。読者アンケートで取れないよ。あなた気持ち込めてやってるんでしょ。はい。それは自分が見ないと視聴者誰も見ない。そうですね。そうですね。次の抜き打ちテストでは上がって取らないように。はい、すいませんでした。すいませんでした。じゃあ居残りで1時間次回よく耐久して帰りなさい。それが補習です。どうもございます。次回お願いします。ということで、やっぱり次回予告じゃ案外覚えてないものらしいな。ということで、まあ次回もあったら答えちゃうかな。ということで、やっぱり次回予告って絶対ないと やってるけどね、難しいもんですね。ということで、やっぱりみんな全問正解できたかな。ということで、やっぱりこれ全問正解しないとリーズなんて言えなくなっちゃうね。次回なんだってどう
おお、ここに綺麗なパフェが2つあるな。いただきなーす。おお、ペロリンチョ。このパフェは甘くて、あ、パーフェクト。いやー、バイバイ。